歌える弾けるピアノ曲集1、20ページ21ページの小狐を弾きます。一番最初に膝ポンをします。でそれから、今度はドレミで読んで最後に弾くようにしてください。一番最初の層の音は、こう左から始まります。いきます。1、2、3、はい。タン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 。1、2、3、4。タン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 。1、2、3、4。タン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 。1、2、3、4、長いところがありました。そこをよく気をつけてください。実際にはこう鍵盤じゃなくて膝の上でやってください。でその次にまだ弾かないでこのソーラシドのドレミがちゃんと言えるかどうかの練習をしてください。では1、2、3、1、2、せーので、ソーラシを言ってみてください。1、2、せーの。ソーラシドと真ん中のあたりの草の実潰したところですね。でドドドドってドがたくさん出てくるので、ドが今3回目なのか4回目なのか分かんなくなっちゃう時がありますので、やり方としてはでドドド、初めのレを強くしてあとちょっと弱くしますね。でドドド、次線があって次の潰してた言葉のところでドシシシ、これを強い弱い弱い弱いにしてみます。ドシシシ、次お化粧のところですね。これも強い弱い弱い弱いでドシでは普通に弾いてきます。次もみじのかんざし、もみじのも強い弱い弱い弱いにしてみます。強い弱い弱い弱い、次かんざしも強い弱い弱い弱い、ドーシシシっていうふうに、1、2、3、4つ音があって、一番初めに出てくる音を強くして、強い、弱い、弱い、弱い。で、ドドド、ドーシシシって、一番一小節のこの四角の中ですね。これが、強い、弱い、弱い、弱い、強い、弱い、弱い、弱いって、一拍ごとにちょっと区切りをつけるように考えると、どの数とか死の数が少なかったり多かったり間違えるのを防げると思います。でこれがうまく読めて、でそれから今度は手を置いて引いてください。親指がこう落ちないように揃えて、手がこう伸びてしまわないようにしてください。でどの指も丸く、小指だけこう伸びたりとか指がずれてしまったりしないようにしてください。1、2、3、はい。1、2、3、4とか長いところを気をつけて弾いてください。